さあ、それではこちらのお話を続けていきましょうかね。はい、はい、ではこちら待ってたという方もいらっしゃるんじゃないですか。本当の話の家庭編ということで、はい、ついに出ました。ついに出ました。はい、前々回の親子喧嘩の話ありましたよね。はいはい、そうですね。こちらに感銘を受けたという視聴者様からのお便りがございまして、はいはい、こちらをちょっとご紹介したいなと思います。はいはいはい、視聴者の皆さんにもぜひ知っていただきたいんですけども、はい、武田邦彦先生の本当の話、企画放映していただきまして本当にありがとうございます。武田先生のお話は大好きです。私の夫は息子と喧嘩をしたことがありません。夫は息子の話を受け止める聞き方をしていて、それが良かったんですね。夫を久しぶりに尊敬の眼差しで見るようになりましたということで、この番組はたくさんの家族を幸せにするんじゃないかという、ね、期待感いっぱいな感じですけども、はいはい、今日この後の話でも、はい、もしかしたら救われる夫婦が増えるんじゃないかという。今日は皆さんがっかりすると思いますあまり期待しないでくださいね。はい、じゃあどんな話だったのかということで、まあ、楽しみにしていた方も初めて聞く方もですね、おさらいということでいきたいと思います。はい、そうですね。はいはい、ではおさらいです。夫婦喧嘩ってのは一番難しいんですね。で、兄弟喧嘩から入ってます。兄弟喧嘩、親子喧嘩、男女の関係、はい、で兄弟はまあ優生生殖が誕生して、できるだけ性格の違う兄弟を作りたい、はい、これが親の願いですから、はい、だから兄弟っていうのは体は似てるけども性質は非常に違うという方が成功である、はい、だから兄弟喧嘩ってのはそれほど気にする必要がないと、まずこれですね。はい、だから親子はもちろん30年離れてるということで、親の言うことを聞く子供は親の世代の方に組み込まれちゃうので、非常に子供はその後不幸になるだろうと、うん、まあ、いうことですね。はい、みんなから疎まれますね。はい、ですから親は絶対子供を説得しないということが大切だということですね。それから、まあ、もっと踏み込んで言えばですね、電車に乗って腹を立ててるのは全部おじいさんなんですよ。うん、あのおじいさんは頭が切り替わらないから腹立ててなくてそれじゃなくてですよ、はい、自分の正義と違う正義が目の前に広がってるから腹を立てる、うん、はい、ということはどういうことかというと、親の言うことを聞いた子供はその後全部電車に乗ると腹が立つんですよ。そういう子供になっちゃうわけだからかわいそうだと、まあ、いうことですね。はい、それからまあ男女関係では、優生生殖ができた後はオスとメスが同じ価値を持ってると思ってたけど、それからだいたい7億年近く経つとどうもオスはいらないと、まあ、いうことになって現在に至ってると、はい、それが一夫多妻の制度でありですね、いろんな風習を作ってて、人間もそのまま引き継いだというところに皆さんの苦痛があるんじゃないかと思うわけですね。うん、で今日4番ですね。はい、で5番はまあちょっと質が違うので、はい、時間のある時にまた5回目くらい後にですね説明をしたいと思います。はいはい、では今日は夫婦関係ですね。はい、そうですね。はい、夫婦喧嘩の本当の話、はい、ということですよ。そうですね。はい、今のことを十分に頭に入れて、はい、そういう科学的な動物学的なことを頭に入れて聞いてほしいんですよね。はい、そうしないともうカッときますからこれはね、上から3番目は、はい、3個はですね、夫婦のことを書いている本にはほとんど出てるもんです。はい、共通認識ですね。なんか見たことありますね。そうです。 はい、これはもうどこでも言ってます。夫は目的を求め、妻は共感を求めると。だから、うん、夫は必ず解決する、うん、ところが妻がなぜ目的を求めないかっていうとですね、家庭生活っていうのはどっちみちどうにもならないんですよ。目的を達成するようなもんじゃないんです。はい、今日ご飯を作って今日おしめを変えてっていうのがずっと一生続きますね。うん、ですから妻は目的を持った行動をしてるんじゃないんですよ。うん、夫は常に目的を持ってるんです。あの国を取ろうとか、うん、こういう目的を持ってるんで、新幹線通そうとか、はい、だからどうしてもぐずぐず妻が言うのが我慢ができなかったりして、なんだお前そんなこと言ってっていうこと、それはそうそう、それはもう全然ね。はい、それから夫は黙り、妻は喋るんですよ。あ、でこれはもうしょうがないんですね。これはもう脳の領域の大きさがこうなってますから、まあ、これしょうがない。それから夫は弱みを見せず、妻は弱みを共有する、これありますね。ですからこの3つはもう結婚するときにもうちゃんと分かってなきゃいけないっていうことですね。でこれはこれがいいのはですね、結婚する目的は人生を2倍にするわけですよ。自分と違う価値観を持った、自分と違う価値観を持った人と結婚して、本当だったら1つの人生なのにそれが2つの人生になるわけですから、はい、ですから
妻が喋っても文句を言わずということになるんですね。それから4番目からあとはやや科学的な検知ですね、はいはい、愛妻面倒は6ヶ月浮気は3年目と、うん、これもあるんです ね、 聞きますね。これが大体あの人間が飽きる限度なんですよね、うん、ですからね愛妻面倒はもう6ヶ月だとなくなる、うん、愛妻面倒が続くってことはない、ね、まあ続いてもまあ子供のおかずをついでに入れておくとまあそういう続き方はするんですけど、我が家を見て先生そう言ってるんですか。いやいやいや3年目の浮気って言いますけど ね、 ありますね。この基本はですね、夫の人間の性欲っていうのは猿とは違ってですね、うん、逆転しちゃったんですね、女性の誘導でオスの男の性欲が湧くっていうになりまして、うん、その時にまあ今から200万年前なんですけどその時から、女性がお化粧をするようになるんですね、はい、であの骨にお化粧の跡が残るわけです、うん、でその時に人口がぐっと減るんですね、はい、で骨がまあ少なくなるわけです。なぜ少なくなるかというと男が性欲を失ったことを女性が気がつかなかった、ね、と考えられてる。でしばらく気がつかなかった。で化粧もしない、全然男が迫ってこない、うん、なんだなんだってなって、それでお化粧しないと男は性欲が湧かないってことは分かった。それでお化粧するようになった、ね、それからもう一つ性格的には引っ込み思案っていうのはそこから出てきた、うん、その女性が引くんですよ、はい、あれ引くっていうのは、まあ、これ僕の意見じゃなくて解説されてんだけど、はい、男が最初化粧を見て男が追ってきた時に出ちゃダメなんですよ女が。そうするとね、人間の男 の、 あの性欲というのはそこで衰えちゃうんですよ。そこで2段階になってるんですよ。まずお化粧で引いてもう一回引くんですよ、うんうん、そうすると追っかけてくるんですよそれでちゃんとハマっちゃうわけです。でそれで子供の数が戻って、それで人間が続いたわけですね。だから非常に大きな事件だった。で、まあ、これはちょっとまだ一説なんですけど、男性の脳が 1000cc を超えた時に、はい、遺伝情報というのは大体10の10乗ビットなんですけど、その10の10乗ビットの中に性欲が入ってる、はい、ところが頭脳が10の12乗ビットになって100倍になった時にその本能を頭脳が抑えるようになった、うん、その抑えたやつの一つが性欲だった、うん、それで、まあ、結局性欲を失ってしまう。だけどもそれはもともと遺伝子にあるから、その上が取れたら性欲が出てくるんです。この上が取れる、つまり脳情報が取れるための一番の薬は酒なんですよ。ですから酒を飲むと大脳脂質、つまり10の12乗ビットあるところが取れるから、だから遺伝のところが出てきて、それでセクハラが起こったりするんですよそういうことなんですね。そういうことなんです。これは愛妻弁当とか浮気、はい、それ一番 あれなのは第2子が生まれないってやつがこれです、ね、第1子は生まれる、はい、結婚したら。なんでかあったら結婚した時奥さんお化粧してなやなやしてる、うん、だから1段2段と性欲が刺激されて子供が生まれると、子供が生まれると奥さん子供の方に注意を向ける、うん、それからもう一つはちょっと体型がこうなってくる、うん、ね、そう夫が帰ってくる、うん、そうすると丸太が転がってる状態になるんですよ。で、ね、丸太になるともう男性は性欲が湧かないんですよ。でところが奥さんは男が性欲があると間違ってて、で丸太のようにゴロゴロ転がってると、第二子ができない、決まってじゃないかって。それで、ね、そのだからそのメカニズムを奥さんが分かって、何人子供が欲しいまではちゃんと男性の性欲を誘導し、うん、もうこれでいらないとなったら丸太になればいいそうなんですね。そうなんですよ。だからそれもちゃんと夫婦がうまくいくのが大切、うん、それから6番も非常に重要です、はい、夫は絶対ワークを識別できません。これはもういっぱい実験があるんですね、うんうん、それで哺乳動物は胎生ですからね、はい、メスのお腹の中でできます。メスはものすごく胎児と接触が密なんですね、はい、例えばお母さんは男性ホルモンあんまり作れないので、うん、男性ホルモンを作るときは男の子の体の中にいるときは胎児、男の子の体の中を使って男性ホルモンを作ったりするんですよ。そのくらいこう応接がしょっちゅうあるわけですね。だからもう、まあ、それは自分の体と一体なんです。それからそれと同時にもっとものすごく大切なのはね、夫の体を半分持ってるんですよ、うん、胎児っていうのは、はい、
だから自分の体が半分、夫の体半分だから、うん、絶対に拒否反応が起こって、はい、母親は胎児を殺すはずなんですよ、うん、他のことから言えば、はい、ところが殺さないんです、うん、これはまあその胎盤の構造がそうなってるんですね、物理的にそうなってるんですけど、うん、ですからその胎児と母親とは非常に特殊な関係にあって、うん、したがってもう子供は母親を直感的に分かる、うん、父親は全く分からない、父親も分からない、だから、父親が子供を教育するというのは非常に難しい、もうほとんど不可能と言った方がいい、うん、だからあの僕がラビット界って結婚をね斡旋する気はやってますが、はい、女性の方がお見合いに出てくる女性の方が子連れである方が結婚がすぐ決まるんですね、はい、これなぜかっていうと男から見ると自分の子供でも前の男夫の子供でも区別できないんですよあの哺乳動物のオスが自分の子供を識別する方法って1個しかなくて、うん、それは自分がセックスした相手の女性の横にいる子供を自分の子供と見るんです、うん、そういう見方をするんですよ、はい、時期じゃなくて、だから必ず日本あの人間でしたら妻の横にいる子供、うん、それは前の夫の子供かもしれないけどそれに子供の愛情が湧くんですよ、そうできてるんですよこれもよく分かってなきゃいけないね。それから7番目は、まあ、静岡大学の学長かなんか言われた言葉だと思いますけども、はい、家庭というのは流れる川であると、うん、彼がそう言ってる、これがまあ一番僕適切だと思って持ってきました、うん、家庭というのはある川を作るんですよ、はい、そこに自分たち2人がいてそのうち子供が生まれ子供が巣立って出て行ってまた離婚して帰ってくる、それをずっとある時間の流れで抱擁していくもの、うん、それが家庭であると。だから家庭を作る時ですね、夫婦で作ろうと思うんじゃなくて川を作る感じなんですね、家族全部が、はい、それは例えば狼みたいに家庭が非常にしっかりしている動物も一緒なんですね、ですから狼なんかは夫婦で作ってそれで嫁いだ娘がの夫が死んだら引き受けるわけですね、それはなぜかというと川なんですよね、ですからそのそこから誰が出て誰が入るっていうことはあんまり厳密にやるっていうことは望ましくないということで、まあ、これですね、はい、次行きましょうか、はい、これは原理原則、原理原則、じゃあどうしたらいいか、はい、うん、質問が来たわけです、一番最初の回に、そうでした、うん、そうでしたね、ね、妻を説得するのどうしたらいいかそれをズバッとね、ズバッと書いてあります、はい、もう絶対腹立ちますから皆さんまず恋愛結婚をしない、はいはい、恋愛結婚というのはもう時期的に無理なんですね、恋愛の時期が1日ぐらいだったらいいけど、もう1年恋愛してたらあと残り2年だからもうダメなんですよ愛妻弁当の機会を失われてるわけです、なるほど、だからこれはできるだけ避ける、うん、それから毎日の生活はできるだけ別行動、これは入ってますね、可能である限り別行動ですね、あれはね嫁と姑がなぜ争うかっていう、うん、僕は一般的に言われてるのと違うんです、一般的に言われてるのは夫を取り合うって言われてる、ね、妻と母親で、はい、そうじゃなくて僕はね同じことをすれば必ず人間は喧嘩になる、うん、ね、だってもう鍋の使い方からあの何洗濯物の畳み方からみんな違うんだから、そうです、ね、どこをサボるとかどこをちゃんとやると違うんだから、うん、だからできるだけ別行動、はい、で夫は力仕事電気はすると、これはもうすると、だから風呂の掃除、はい、はいっつってやると、うん、で電気切れたすぐやると、ね、で夫は子育てしない、これは難しくて、うんうん、幼児教育者の研究をずっと見ると、はい、やっぱり夫の子育てはない方がいいですね、遠くに距離が、うん、あの妻が母親がこのくらいだったら夫はこのくらいがちょうどいいと、まあ、おじいさんおばあさんは特にそうで、おばあさんが孫を世話する時とおじいさんが孫の世話する時との怪我の発生率、はい、ね、そんな話ありましたね、はい、おじいさんが怪我したら、はい、あ世話すると3倍になる、うん、はい、これはまあ母親と夫の間もそうですね、うん、で今は戦争がありませんから、はい、自分が夫が自分が死ぬという代わりに大切なものってやっぱお金ですから、うん、ですから戦争がない時は財産は全部妻に渡すと、これが正しいですね、これをやるとある程度はそれでも仲のいい夫婦になれるかどうか分かりません、一番仲のいい夫婦なのは下なんですよ、決定版、決定版、夫は全て妻に従う1から10まで1から10あのこうしろとはいはいっつってやるんです、はい、全部その方がいい、うん、そうすると非常にちゃんとした夫婦になりますね、具体的にこういう人っているんですよ、僕ちょっと具体的な名前ちょっと挙げる、はい、有名人でいるんです、はい、それでその人はもう
どんな時でも従うんです。もう妻が言えば、はい、そうすると妻はどういう行動を取るかっていうと、料理を作り、うん、洗濯をし、うん、やるんですよ。だけどね、もともとね、今の家庭の形ってのは女性に不当なんですよ。女性と男性と同じく働けっつってんですよ、ね、買い物は？いや妻。子育ては妻、ね、料理は妻。何これっていう状態になってるわけですよ、はい、その状態を男がちゃんと分かんなきゃね、うん、だけど昔はこれでよかった。男と女が働いて、しかも女が買い物をし、子育てする、料理する、これでよかったんです、うん、なんでよかったかって言ったら、男が死ぬからで戦争で、うん、これでバランスが取れてた、うん、でじゃあ男が死ぬことがなくなったら、その代わり何をやるかって言うとね、まあ風呂掃除と、まあお金を全部渡すとまあそれで死ぬのに値するかどうか分かんないけど、まあなんとかギリギリだなっていう感じですだから私にご質問いただいた人はね、はい、あのまず私が言ったことを、例えばリサイクルしなくていいとか、はい、そういうことを例えば妻に説得しようとしたら、妻は聞かない、ね、うん、はい、いやもうね、絶対説得しちゃいけないんですよ、うんうん、むしろ妻の言うことを、あそうだねとそれがもうね、これはね、仲のいい夫婦になるにはのあれですよ、はい、そうですね、だから喧嘩したければ殺しなくていいんですよ、うんうん、ある人がね、これ全然今の方向と違うじゃない、はい、言うから、はい、いやそれはね、喧嘩したかったらこうしなくていいよ、うん、現在夫婦がこうあるべきだとテレビなんかで言う通りすれば、必ず喧嘩になります、うん、だから自分でご判断されたらいいんですよ。自分は夫婦喧嘩しながら人生を送りたいと思ったら正義を通せばいいし、それからもう仲良く暮らそうと思ったら、もうこの原理で絶対に仲良くなると思います、うん、なるほど。これはだけどあなたも一言あるでしょ。いやどうなんですかねいやでも適度にやはり喧嘩をしながら、うん、で適度に仲良くする、やはりほどほどがいいんじゃないですか。そうです、あ、そうですか。やっぱり喧嘩もしてみないと、やっぱりまたスポーツウーマンにしてあれ穏やかないやスイッチの入るタイミングでしょうね。なるほど